白百合ペット王国、皆さんこんばんは。こんばんは。今日も始まりました、白百合ペット王国。元アナウンサーで所沢市内の合唱団に所属し、薙刀の有段者で数々のボランティア活動をされている茶子さんと、所沢の米で日本酒を作る会を立ち上げ、脚本、童話、エッセイも書き、ペット総裁の仕事をされています菊池一夫さんとお送りします。この番組はゆりかごから墓場までペットの一生を網羅した30分ラジオ番組です。この後一緒にどうぞお付き合いください。今回のメニューはお便り紹介、近藤真理さん、芸術の秋とは、清水裕子さんのメッセージ紹介、猫日和を訪問でお送りいたします。この番組は、所沢でお部屋を探すなら、お部屋探しのパートナー株式会社 TS と、ペットの送り人でありたい白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたします。それではオープニング曲、シンガーソングライター八木田舞ちゃんで哲学をお聴きください。そっと鳴く鳥もいれば、大声で鳴く鳥もいる。飛び方を知らないあの鳥も、明日には西へ飛んでゆく。白百合ペット王国、以前番組にご出演いただき、近藤真理さんよりお便りが届いていました。茶子さんからご紹介お願いします。はい、東京都近藤真理さんより、お久しぶりです。ネットラジオ白百合ペット王国の録音の時の写真ありがとうございます。一人暮らしなので犬たちと私も入った写真は一枚もなかったのです。急にいなくなるとは思いもしなかったので、いつでも撮れると、流行りの自撮りもやりませんでした。ジローラモは10年前に4歳でうちに来て、ダックスらしく大騒ぎで亡くなりました。まったく。車椅子も持ち運ぶ必要がなくなり、毎日の世話も必要なくなり、2匹あっちこっち収集つかない散歩も一匹で静かになり、10年は夢だったのかとも思ったりします。良い夢でした。人生って夢かもと思うこの頃です。前来た時には次郎が一緒だったと思う気持ちがたくさん行ったところほどあります。楽しく遊んだ航空公園はまだ少し時間がかかりそうです。10年少ししか犬は一緒にいれないですね。短いです。久しぶりにネットラジオ覗いてみます。航空公園でお会いしたご縁です。お世話になりました。ありがとうございました。ということで、近藤さんのお手紙でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。秋あれ半作ということわざがあります。秋になって暴風が吹くと稲の収穫が半分にも減るという意味になります。実りの秋ですが、収穫の時期になると台風シーズンがやってきます。はい、確か菊池さんたちも春に田植えをしましたよね。そうです。はい、台風が来るたびに本当に心配で心配で、お米に限らず農作物や漁業、人の暮らしにも被害が及んでいます。本当に心配ですね。はい、またこの秋には芸術の秋という言葉をよく耳にしますが、
秋っていう季節が芸術を楽しむのに適しているからでしょうね。芸術と一言で言っても人によってさまざまな捉え方がありますよ、はい、日本大百科全書日本にかの解説によると、芸術とは作品の創作と鑑賞によって精神の充実体験を追求する文化活動、文学、音楽、造形美術、演劇、舞踊、映画などの総称を言うとなっています。ああ、そうですか。この秋になるとなぜこの芸術に親しんだり芸術を楽しむ機会が増えるんですか？秋と芸術が結びつくのにはこんな理由があるように思います。はい、秋は心にゆとりができる。例えば収穫を終えて今年もありがとうってほっと一息つく時ですね。秋は景色が美しくなる、はい、目にも鮮やかに紅葉する自然の色、絵心をくすぐります、はい、秋は音楽会がにぎやかになる、うん、暑くなく寒くなくお部屋でのんびり音楽を楽しむ、演奏することも鑑賞することもいいですよね、うん、また芸術の秋の始まりは美術の秋と言われています。1918年大正7年に雑誌新潮で美術の秋という言葉が使われ、はい、その後俳句の季語にも採用されました。日本で有名な二花展、日展、院展などの美術公募展はすべて秋に開催されています。私は音楽家山のコリス、上手にバイオリン弾いてみましょう。キュ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 、いかがです？私は音楽家山の小鳥、上手にフルート吹いてみましょう。ピピ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 ピいかがです？私は音楽家山のたぬき、上手に太鼓を叩いてみましょう。ポコポンポンポン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 、いかがです？駅から近くて家賃もお手頃、ペットも OK、そんな物件ないかしら？あるんです。駅から近くて家賃もお手頃、もちろんペットも OK、 私たち TS にお任せください。所沢市南住吉株式会社 TS。 白百合、白百合、白百合、あなたのペットのもしもの時に真っ白い百合を思い出してください。白百合ペットセレモニー、お問い合わせ、ご相談は 04-2928-0900 まで。白百合ペット王国、芸術関係の方からメッセージが届いております。茶子さん、お願いします。はい。レディースアンサンブルリーフ代表の清水ひろ子さんからです。白百合ペット王国の皆さん、お元気ですか？今回も所沢市音町推奨音楽イベントとして開催させていただきます。アイネクライネ、ナハトムジークや風と共に去りるなど映画音楽、また今回もソプラノ歌手田島玲子さんをゲストにお迎えし、命の歌、バラ色の人生などを歌っていただきます。命の歌は昨年の紅白で歌われ話題となりましたが、朝ドラで双子のマナカナちゃんが歌っていました。今回指揮者の虎谷先生の双子の妹さんも参加、代表私清水の双子も演奏、ダブルツインズでコンサートを盛り上げます。今まで経験したことのない状況の中、少しずつコンサートへ向けて準備を進めています。練習ができなかった3ヶ月があり、改めて演奏できる喜びを、アンサンブルできる楽しさを実感しました。こういう時だからこそ来てくださる皆様に
潤いや希望をお届けしたいと思います。最善を尽くして皆様をお迎えいたします。3日前8月30日のこと、先週から市内公民館などにポスター貼り出しを開始、地方に掲載され、早速問い合わせが来ています。皆さん生音を楽しみにしていますと、入場整理券は今回チラシについていますということで、先日リハーサルも行われたんですが、はい、私も司会を担当しますので、はい、ご案内させていただきますね。はい、お願いします。レディースアンサンブルリーフ第9回コンサート、2020年9月22日火曜祝日、会場1時、開演1時30分、所沢市民文化センターミューズアークホールです。入場無料です。皆様のおいでをお待ちしています。ピアノや弦楽器のような木でできた楽器は湿気が少ない秋、響きが良い、いい音が出ると聞いたことがあります。秋は何をするにも心地よい気候ですね。スポーツの秋、読書の秋、芸術の秋、そして食欲の秋といった言葉が続々誕生しています。はい、気候が穏やかな秋の間に何か新しいことを始めてみるのも良いかもしれませんね。はい、白百合ペットセレモニー、愛する小さな家族の旅立ちをお手伝いいたします。ペットの送り人として心を込めてご葬儀を受けたまわります。白百合ペットセレモニー、カタカナでところスペースペットセレモニーで検索。白百合ペット王国、続いてのコーナーはペットコーナーです。今回は久々に猫日和さんにお邪魔しました。鈴木さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは。私の方からは猫日和さんをご紹介したいと思います。はい、2014年6月、所沢市久米の地に開設された所沢犬猫支援の会の保護猫カフェ猫日和は、可愛い猫たちの癒し空間とくつろぎのひとときを過ごすことができます。里親探しの譲渡型猫ふれあい広場です。機会があればぜひお立ち寄りください。代表の鈴木恵美子さんにお話を伺います。今日はよろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、鈴木さん、大変ご無沙汰しておりましたが、コロナの影響はいかがなもんですか？はい、大変大きく影響しておりまして、はい、3月からずっと閉鎖状態で、もう6月いっぱいでこの猫日和も閉鎖しなければいけないかなっていうところまで行ってまして、はい、眠れない日が続いておりました、はい、でももう本当に皆さんが温かい大きな支援があって、はい、現在も続けておられるような状況で本当にありがたいなと思ってますけども、コロナっていつになったら収束してね、元の営業ができるようになるのかなっていうのがもう日々不安です。2014年にオープンしたわけですから、はい、もう6年になりますよね。はい、おかげさまで。もう本当に今年はこのコロナウイルスの感染、はい、これまで経験したことのないような困難でした。はい、この半年間は大変なご苦労されたと思います。
もうスタッフの皆さんはいかがでしたか。はい、スタッフの方は、うん、ほぼ中山さんは毎日のように、うん、来て、はい、ここの日常の生活は全く猫たちの、はい、それは変わらない日々だったので、はい、私と中山さんは毎日ここで、うん、はい、猫たちの相手したりお世話したりっていうことで、うん、やっておりました。はい、そうでしたか。はい、鈴木さんが猫さんを保護されるきっかけになったこと、はい、これ15年も前だったってお聞きしたんですが、はい、どんなことだったんですか。ですね、以前は私あまり猫に興味はなかったんですけど、はい、犬の散歩に行ったら真夏の暑い時に2匹の猫がもう痩せ細って、うん、もう今にも死にそうな感じでゴミを漁ってたのがきっかけで、うん、周りを見渡せば野良猫だらけっていうことで、うんうん、これは何とかしなければっていう思いが今日に来てます。これまでに保護した猫さんたち、はい、何匹ぐらいになりますか。そうですね、去年の暮れに、うん、今までのあれを集計取ってみましたら、はい、2300匹以上が去年の暮れの段階で、私もびっくりしました。そうですよね。そうですか。猫さんたちの事情は、はいはい、私たちのコロナとは関係なく、うん、はい、本当に今年も子猫さんあったと思いますが、はい、今年はどうでした。大変にね、うん、子猫が多いっていうことが実感できて、はい、ただやっぱり子猫を保護するにはね、うん、大変お金がかかるんです、はい、でもこのコロナの、うん、この状況を、うん、皆さん心配していただいて、うん、大変大きな支援をいただいて、うん、子猫をね、うん、70匹以上を保護できて、うん、里親に出しております。それもねやっぱり、うん、大きな支援があったっていうことが、うん、この数が保護できて、うん、里親に出せたかなっていうのがすごいありがたく、ね、本当に涙が出る思いです ね、 そうですね。今日はここの猫カフェさんの中、はい、猫何匹今いるんですか。今はですね、少なくなりまして、はい、あと大人の猫子猫も含めて20匹で、うん、その間子猫4匹はもう明日明後日と里子に出ていきます。うん、はい、ですから、うん、20匹かけますね。はい、情報発信というか、はい、その里親を希望する方は、はいはい、どんなふうにここの情報を取るんでしょう。はい、ツイッターで、はい、里親希望の方だけ電話で予約をいただいて、うん、密にならないように、うん、時間差で見学していただいて、うん、里親を決めてるっていう状況です。はい、それがありがたいことに、うん、ツイッターにもう皆さん見ててくれるんだなっていうことをすごくありがたく思うんですけど、うん、はい、ツイッターに載せるとものすごい数の電話が鳴って、うん、あ、そうですか。それでもう時間差で、うん、見学していただいて、うん、もう次々里子に決まったっていうのが70匹以上っていう今現状ですね。はい、もうやっぱりそれだけ、保護しなきゃいけない猫たちがいるっていうことですよね。だからもうちょっと私の想像ですが、里親になってくださった方たちが、はい、ここがなくなったら子たちはどうするんだろうってやっぱり同じように考えてくださって、はいはい、それで心配でいろいろ連絡をよこしたんじゃないでしょうかね。そうですね、それは本当にありがたいと思います。なのでね、皆さんの思いが私もものすごく伝わってきて、ますます頑張らなければと思います。ね、その6月負けてはいられないなって、ね、6月で締めようかと思ったけれども、はい、やっぱりなんかこう皆さんの声を聞くと、はい、あ、やっぱりこうしちゃいられないわっていうそんな思いでしょうか。そうですね、ただやっぱり今年は行政にも声をかけて、うんうん、行政の方にどうしたらいいって相談がいったら、はい、私のところに必ず、うん、回してくださいっていう声掛けをしておきましたので、行政からも毎日のように連絡来ましたね。そうなんですか。な
ので今年はそのせいもあってこんな数だったのかなって思いますけど、でもどこのボランティアさんにも聞いても、今年はものすごい子猫の数が多いって言ってますね。ただね、私は本当にありがたいと思ってるのは、このふれあい広場があるからこそ、このコロナの渦の中でもね、里親が決められたなと思います。こういうところを持ってない人は譲渡会もできないわけですから、そうですね、それで、新しい子を迎えられないっていうのがすごく大変だったと思います。出ていかないか、新しい子を迎えられないじゃないですか。だから本当にここはこういうところがあって、本当に良かったってものすごく思います。もう今ね、ここのお部屋の中に猫ちゃんと一緒にいるんですけれどもね、なんかもうすごい可愛くって、もうすごく人が大好き、もう寄ってきてね、興味津々っていう子がねいてね、本当に可愛いですよね。でもここで触れ合った方っていうのはやっぱり癒されるし、こんな可愛い子うちに欲しいなって思っていただけますよね。そうですね。だから皆さん、ほぼ 100% 予約もらって見学してくれた方はほぼ 100% っていうぐらいに、受け入れてもらってますね。そうですか、本当にありがたい。それが2300っていう数にね命を救ってんですもんね。去年の暮れで今年も70匹が増えてますから、子猫が70匹ですから、子猫でね、で大人も、いるからぼちぼち出てきてますから、生猫ちゃんも、生猫も、人間に慣れていれば生猫でもたくさん迎えられてもらって、受け入れてもらってますね。でも本当にこういう譲渡会をしていただける場所があるっていうことが皆さんの救いですね。そうですね。鈴木さん、お元気で頑張っていただかないと本当にそう思います、お部屋の中でね、可愛い T シャツがあるんですよ。猫日和さんの、猫ちゃんでしょうかね、絵柄の中に猫ちゃんもあるんですが、あれはどうされたんですか？これはですね、猫日和応援 T シャツって言って、やっぱりこの大変な状況なので、この T シャツを売った資金を、この猫たちの資金にしてくださいって言って、100枚寄付いただいた。そうですか、ありがたいですよね。でも皆さん、そのツイッターでこのこともね、皆さんツイッター見た方がもう次々に連絡あって、買っていただきました。そうですか、今じゃほぼ完売です。完売、そうですか。すごい、本当にね、みんないろんな形で何か応援しようって言って心配してくださるのにね、本当にありがたいと思って、ますます頑張らなければって思います。そうですね、子猫もそうですし、生猫もそうですし、その親、里親さんになってくださった方、その後のこう触れ合いというか、鈴木さんへの連絡っていうのがたくさんあるわけですか？そうですね、でやっぱりね、うちからもらってもらった、もう十何年前にもらってもらった方が、もう亡くなったからって言って、またここからっていうね、そういう方がすごく多いんです。それがね、非常にありがたいなと思います。私も本当に思うんですけど、その鈴木さんの人柄で、スタッフの方もそうやって忘れずにここを頼ってくる方っていうのも、やっぱり鈴木さんがお元気でいてくださるからまた来れるんで、本当に、もう本当にね、身骨にしみるありがたくもう、だからますます頑張って、もう猫たちを救っていかなければって、救っていかなければって思っていて、自分は救われてると思います猫に。なんかこの前入院した時もね、退院が本当に早いんで、どうしたのって聞かれたら、それはね、お医者さんにも言われましたし、自分でも実感しましたね、そう、多くの皆さんに何かこの訴えたいことっていうのは、もうぜひね、このコロナでお家にいる時間が長いから、猫でも犬でも飼おうかとか、安易な考えでね、飼って、それで途中で飼えなくなったから、その辺に
話してしまうとか、はい、そういうことではなく、うん、生涯、うん、もう絶対に幸せにしてほしいっていうのは、うん、もうどのボランティアさんもそれは思っていることだと思います。なのでこの、うん、コロナが収束したら、はい、あっちでもこっちでもね、うん、捨てられた猫がわんさといるっていう状況がものすごく恐ろしい。そういうふうなことなんとなくこの見えてるわけですね、うん、はい、そうですか。ですからもう修正ね、うん、あの買い続けてほしいっていうことを、ね、もう切にお願いいたします。そうですか、はい、あの今年はね、うん、チャリティーコンサートもできませんでしたからね、はいはい、やっぱりでもそうやって気にかけて、うん、皆さんがどうしてるだろうって心にかけてくださるっていうのが本当にありがたいし、うん、嬉しいことですね。やりがいがありますね、やっぱり、はいはい、皆さんがね、うん、それがもう私は今はねもう恩返しっていうのはもう何もできないので、うん、ここを持続して、うん、もうたくさんの子猫を助ける、子猫っていうかね、うん、大人の猫も含めて、うん、猫を助けるっていうことが、うん、皆さんへの恩返しかなと思って、うん、もう頑張りたいと思います、うん、そうですか、はい、じゃあですね最後にね、はい、この行政に活動を通してぜひこの理解とか協力を願うんだったらどんなことなんでしょう。はい、ですね、この猫の虐待の罪をもっと重くしてほしいって、虐待の罪、はいはい、それとやっぱりこのブリーダーを厳しく規制をしてほしいっていうことはもういつも思ってます。あ、そうですか、はい、はい、今日は本当にね鈴木さんにいろいろとお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ぜひこのね、はい、体気をつけて元気でね、本当にお元気で続けていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。それはね本当にいつもそう毎日思ってますけども、はい、でもねやっぱり猫にものすごく元気をもらえてるっていうのが、うん、私が元気でいられるっていうね、もう常に1にも2にも3にも猫猫猫日々なので、もう本当にね猫に猫を助けてるっていうより助けてもらってるっていうことがそれが正しいかなっていう、いや言えるかもしれませんね。はい、そうするとね相当ねもう2000何百人 ね、はい、そうね、そういうふうな命を助けてきてるわけだから、はい、それがまたみんなね鈴木さんに感謝こういうふうに返してきてくるとそうですね、そうですね、はい、でまあね猫たちとの別れもあるけど、それが生涯もう一生ずっとの別れっていうんじゃなくて、必ず再会できるっていうからね、私再会した時にねどの子がどの子だか分かんないそう思いますね、はい、でもねやっぱりあの思います子猫はね夏子はね厳しいですね。夏子順調に育つって夏生まれた子は厳しいですね、うん、そうですか、はい、そういえば今夏ここにいる子は夏子なんですね。春に生まれた子です。あ、春子、夏子はまだ小さい。あ、まだ小さい、うん、でも、うん、この間あの続けて3匹亡くなったのも、うん、やっぱりあの目が開かないうちにあの保護した子なんですけど、うん、ある程度までは1ヶ月ぐらいまでは順調に育ったんですけど、うんうん、やっぱり動物病院の先生の話だと、うん、初乳をどれだけもらっているかっていうのに生涯すごい大きく影響するって言ってましたけどね、うん、本当に、うん、あ、この子たちお母さんのおっぱいもらってなかったのかなって思うとね、うん、なんか切ないですね。本当ですね、はい、はい、本当にありがとうございました。いえ、こちらこそ、今日はありがとうございました。はい、お疲れ様です。白百合ペット王国、番組もいよいよ終盤に差し掛かりました。今回はお便り紹介、芸術の秋とは、メッセージ紹介、猫日和訪問でお送りいたしました。この番組は所沢でお部屋を探すならお部屋探しのパートナー株式会社 TS とペットの送り人でありたい白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたしました。お別れはドリーミングのオリジナル曲から日の光を田島玲子さんでお聴きいただきながらのお別れです。それでは次回まで。皆さん、ごきげんよう。Thank you.
通